デュボスク比色系。二つの円筒に入った液体資料の深さを調節し、光の吸収を視覚的に比較する。比色分析は、物理科学と分析科学において、溶液中の物質の濃度を色調変化から決定する化学分析。特定波長の光の急高度が、溶液の濃度と液層の厚さに比例する法則を用いて、濃度を計算する。古くは、 可視光線を用いる、非色系で測定したが、近年は、高度系及び、分光法の発達により、紫外線、近赤外線領域の測定も可能であり、一般には、急行高,高度法とも呼ばれる。非色系は、特定波長の光の急高度を測定することにより、溶液の濃度を知るための装置。装置の使用にあたっては、基準、または参照となる、濃度基地の溶液を含め、 異なる溶液を用意する。最初に標準溶液で満たしたキュベットを用いて装置を構成する。構成が終了して初めて密度や濃度の測定を開始できる。古典的な視覚的比色系、例えば図に示したリボスク非色系では、飼料溶液を透過した光が肉眼で等しくなるように光が通り抜ける溶液の距離を調節する。 理想的な条件では、ランベルト・ベールの法則に従い、濃度距離イコール一定の関係が成り立つことから、色の濃度が一致する、基準溶液の距離から、濃度未知の溶液の濃度を計算することができる。単一波長の光を用いた測定で、より良い結果を得るためには、測定対象の物質が吸収する、光の波長と、資料溶液に照射させる、入射光の波長を合わせなければならない。 そのため非色系に使用するフィルターの選択は重要であり、例えば溶液の色が青であれば吸収される光は赤であるから赤色フィルターを用いて入射光から赤以外の光を除く。1960年代になると分光測色系が主流となり分光にプリズムや解説防子を用いるようになった。精度よく入射光の波長を制御できるようになったため一度の 計測で広い範囲の波長を受ける急高度の測定が可能となった。また、抗原、検出器、資料セルなどの各種要素も改良され、測定の精度と効率は向上している。特定物質の検出と簡単な定量は同様の原理に基づきネスラーの非触感と定触試薬が用いて行うことができる。非色分析にでは様々な発色試薬を用いて、 分析対象物質の存在を測定可能な色に変換する。無機化学、有機化学では、金属イオンや元素の分析。生化学の分野では、酵素、抗体、ホルモンの分析に発色試薬が用いられる。生化学での発色試薬の例は、以下の通り。ハウスクロフト、キャサン、コンスタブル、エドウィン、ケミストリー、アンイントロダクションツーオーガニック、インオーガニック。 アンドフィジカル・ケミストリー、ピアソン・エデュケーション、ピアニッシモ三百四十九三百五十三 ISBN 九百七十八から零から十三から十二万七千五百六十七から6、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID="e イコールは六九 n 七イクアンドピコグラム、イコールア、ありがとうございます。